バレたら多分怒られると思うんですけど、実は事故をしていて、今の自動車保険の月額保険料は、はつこチャンネル、皆さんお疲れ様です。はつこです。今日は保険のお話をしていきたいなと思っていて、なんで保険の話をしようかなって思ったのかっていうと、板金屋さんで車をちょっと修理しようって思っていて、自動車保険使ったらっていう声をいただいているんですけど、ちょっとね、私の保険の話とかあんまりしたことがなかったし、皆さんにこう教えていただきたいなというか、詳しい方いればアドバイスしてくださると嬉しいです。毎月保険料が、9,960円です。一般と比べてどうなんだろう。パッと調べただけなんですけど、だいたい20から25歳の年齢なので、車両保険なしだと8432円で、車両保険ありだと13901円が平均値、だいたいこれぐらいらしいです。40代30代ぐらいまで行くと車両保険ありでも5000円台なので、10代の自動車保険が高くなる理由として等級が低いから、スタートが6等級7等級になるし、ね、無事故の実績がなかったりすると、まあ、高くなりますよね。事故率が高い、運転技術が未熟で、指定保険料も高くなる。やっぱり21歳以上保障とか26歳以上保障とか、そういうなんか対象の保険とかもあったりするんですけど、20から25の間はそういうのないからね、難しいですよね。こればっかりは仕方ないね。保険内容についてちょっと確認していきたいと思います。契約している保険内容はだいたいざっくりこんな感じです。もう正直もうなんかどれがいるやつなのか、これだけは外せないよとか、あんまりそういう知識もなくて、最初に保険を契約した時にこう勧められた内容で入っている、まあ、これってあるあるだと思うんですけど、なんかこうのけ、あ、これいらないかなと思ってのけたら、その後なんか事故してしまって契約解除するしなければよかったみたいなことになりそうっていうか、迷信だと思うんですけど、いつまでも帰れないよ。あと、まあ JAF にも入っているので JAF のロードサービスを使えるっていう感じですね。でもなんか JAF のカードあるじゃないですか。あれなんかこういろんなところで利用こう割引されたりとか特典があるんです、あると思うんですけど、一回も使ったことないですね。今回使ったばっかりで、車の車検の動画を見てくださった方はわかると思うんですけど、窓ガラスにひびが入っていて、でその窓ガラスを全面変えるっていうのを保険を使って直したんですね。なのでこう等級が変わるので、しかもディーラーでこう多分保険使うってことはディーラーに行って相談してで直してもらう形になると思うので、安い板金屋さんで直してもらう方が抑えれるんじゃないかなっていうふうに思っていて、はい、このところ保険は使わずに板金屋さんに行って直してもらう予定です。修理動画も上げていこうと思うので、価格とか比較とかもしていくのでお楽しみに。はつこチャンネル、事故をしたことがあるっていう話は、そういう話はしたことないと思っ
友達が運転していてちょっとガードレールに擦ったっていう話はしたと思うんですけど、今からお話しするのは私が実際に自分が起こした事故の話なので、失敗談お話しできたらなと思います。はつこチャンネル。この事故は私がもう 100% 悪くて、もうめちゃくちゃ反省してるし、幸い私も相手の方も大きな怪我とかは特になくて、私が運転していたハスラーも傷跡とかなく、修理、自分の車を修理に出すっていうことはなくてよかったんですけど、免許を取って1年未満ぐらいの時に起きた事故なんですけど、免許の取り立てって自分の車だけど運転してて緊張っていうか慣れない運転とかでこう気をつけながら運転すると思うんですけど、だんだん調子に乗っちゃってというか、荒めの運転をしていたかなと思います。で、まあ正直バチが当たったかなっていう感じですね。教習所でも教習所ね、なんかこう自動車性格診断みたいな、あれでもこう結構ハンドル握ると人が変わるというか、まあ、それが本来の性格なんかもしれないんですけど、何だったかな、評価は悪い方でしたね。ダメじゃん。どういう感じの事故だったかっていうと、私と一個前に車が赤信号で停止していて、でその時すごい急いでたか分かんないんですけど、上着をちょっと脱いだ時に自分ではブレーキを踏んでたつもりなんですけど、ブレーキが外れちゃ足を離していて、で前の車に当たってしまったっていう。実際の事故とかして保険のありがたさを感じますよね。というわけで保険の話と事故の話をしたんですけど、朝ごはんを買ってきたのでちょっと食べようと思います。はつこチャンネル。今の絶賛ダイエット中なので、じゃーん、セブンイレブンの野菜スティックとセブンの、じゃーん、塩だったらいいんですけど今日はマヨネーズの気分なんでマヨネーズでいきます。野菜スティック初めて食べます。今日あと車のローンなんですけど、スタイルプランっていうので入って購入して、5年ローンでこの5年目に振り返るんだったら今のハスラーのローンを返さずに他のローンに乗り換えれる、で自分のものにするなら全部返済して自分の車にしてできるっていうローンプランなんですけど、走行距離が今3年目なんですけど4万7000ぐらい走ってるので、聞いてなかっただけなのかもしれないんですけど、どうやらその5年目もし乗り換えるにしてお金がいらないっていうのは、あくまでその平均的な走行距離っていうんですかね、そんなに走っていない車限定で、かなり走っていたらプラスいくらかお金払わないといけないみたいで、余裕で超えちゃうというか、まあ、なのでこのままハスラーをガタが来るまで走り続けると思います。じゃーん、中こんな感じです。麹味噌マヨネーズっていうらしいです。いきます。塩麹とかやっぱダイエットにいいのかな。いただきます。なんて食レポしたらいいんだろう。マヨネーズが強いかな。お酒飲みたくなりそうここメガネずっとかけてたらニキビっていうのかな、こんなのができて治んないな。よくこう車変えますかとかいうコメントとかもいただくんですけど、私はこのまま今のハスラちゃんで乗り続けようと思います。
ねえ、だってあんなに自分好みにいろいろなカスタムとか DIY とかするから手放すってなったらなんか悲しいっていうか考えられないな。あつこチャンネル。というわけで保険と板金のお話でした。また板金に行ったりとかする動画もあげる予定なので、はい、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。